さあ今井にとっての今シーズンのグランプリシリーズが始まります。グランプリシリーズ挑戦は5年目になりますが、これまでとは覚悟がきっと違うはずです。次なるエースになれるかどうか、大事な第一歩、今シーズンの開幕戦、このアメリカ大会で迎えます日本の今井遥です。21歳日本の今井遥、ショートの曲はマラゲーニャ。ダブルアクセル、最初のジャンプは軽々と決めていきました。2つ目の3回転、3回転練習では苦しんでいましたが、本番ではどうか。トリプルサルコ、トリプルトーループ、決めてきました。レイバックスピン、入り方も良かったですね。ラストジャンプはどうか。トリプルループ。回転軸が早くも斜めになってしまいましたね、はい、コンビネーションジャンプを決めた後だけに惜しい。ただスピンがこの人のまた見せ場でもあるんですよね。そうですね、ポジションも一つ一つ綺麗ですし明確でいいですね。回転の速度も安定しています。コンビネーションスピン、さあそして最後の要素がステップです。疲れもピークに達したところで見せ場がやってきます。体はよく動いてますね。しっかり一つ一つのステップを踏みながらスピードの緩急もしっかりついています、はい、うん、3つのジャンプのうちの一つ失敗があったのがちょっと惜しかった、そんな表情にも見えます。後の分は本当に良かっただけにちょっと残念ですね。そうですね、はい、体のキレも最初から最後まで良かったですし、冒頭2つのジャンプもしっかり決めたんですけれども、得意なんですけどもね、トリプルループジャンプ飛び急いでしまった印象もありました、うん、やっと今しかしいい笑顔になりました。今井遥の今シーズングランプリシリーズの初戦、ショートの演技が終わりました。いや3回転3回転ちょっと練習で失敗も目立っていただけにどうかというのが決まったんで、もうこちらも本当に一安心したんですが、本人の中でどうなんでしょうね、安心感があったのか、次に残念ながらジャンプの失敗がありました。よくやったというふうにね、コーチからも話がありましたが、これがコンビネーションジャンプですね。トリプルサルコーからトリプルトーループ、うん、2つ目のジャンプの方が高く良かったですね、はい、これは加点がもらえそうです。これがちょっと残念だったジャンプなんですけれども、飛び上がってすぐに回転が斜めになってしまいまして、はい、両足で転倒になってしまいました。で本来これ苦手なジャンプじゃないんですけれども、回転も
少し足りないかなという、まあ、減点としては大きくなってしまいますので、最初の2つのジャンプが決まっただけにもったいなかったですねそんな自らの表情にそれが出てます。まあ、一番心配なジャンプを終えたところでほっとしたと同時に、得意なジャンプだからこそ確実にという思いが逆に自分の中でプレッシャーになってしまったのかなというような、そんな印象もありましたけれども、さあ初めての表彰台へ向けて今井遥のショートの演技が終わったんですが、まあ、この後にはロシア勢、さらには最後にはアメリカのグレイシーゴールド、強豪いる中でまずはどんな得点でスタートするんでしょうか。現在のトップはシザリオが 58.96 という得点をマークしています。地元アメリカのシザリオトップ。さあ今井の得点が発表になります。53.79 という得点、本人もうんうんとうなずいていますが、まあ、明日のフリーに期待しましょう。現時点で今井遥は5位という形になりました。さあこの後は